インシージャパンカップ90、いよいよ優勝決定戦であります。5位決定戦から勝ち上がってまいりましたデイブ・ヒューステッド対1位でラウンドロビン通過しましたクリス・ウォーレンの戦いになりました。加瀬谷さんから一人ずつこの決勝戦のまあ見どころといいますか予想を聞いてみたいと思うんですけど、加瀬谷さん、まずいかがですか。そうですね、先ほどからやっぱりレーンコンディションの違いが相当あるということで、はい、トップで待ってたウォーレンがどういう感じをつかむかですね、レーンの。なるほどね、はい、それにもあれがかかると思ってますよ。はい、矢島さん、いかがですか。どっちかというとウォーレンは本当にクランカータイプでね、はい、おそらくデイビッド・ヒューステッドよりももっとインサイドからボールを曲げにかかってくると思いますんですけどね、はい、そういう意味で、レーンコンディションが変化しててもあまり影響がないかどうかですね。それが一つの見どころと、本当にヒューステッドが勝つためには先ほどみたいなやっぱりコントロールミスしてるともうダメですからね、はい、曲げないなら曲げないように自分が頭の中で切り替えてはっきりいくかしないと中途半端ではやっぱり天秤が止まらなくなってしまいますからね。西条さんはどういうふうにご覧になりますか。レーンコンディションはかなり変化してるんですけども、ウォーレンのボールの走りでしたら、はい、そんなに極端に影響はないでしょうね。なるほどね。ですから問題はスピード加減ですね。スピード加減と、はい、ちょっとでもスピードが遅くなるとダメですね。はい、いよいよ優勝決定戦です。賞金総額1500万円、優勝賞金250万円、テレビファイナルでのパーフェクト賞は大塚製薬からなんと300万円が贈られます。まずデイブ・ヒューステッド。矢島さん、はい、先ほども後半からですね、はい、今のように出しましたね、外に出してますね。元に戻したんでしょうかね。僕は先ほどの7-8 ですか、はい、ダブル出しましたですよね、あのアングルの方がピンはしっかり倒れると思うんですね。ところが今みたいに5枚目の外までボールを出してしまうとポケットには行くんですけど飛ばないんですよ、ピンが。角度がやっぱりちょっと合ってないんですね。なるほどね。ですからその辺を早くデイビッド・ヒューステッドが気がつかないと、やっぱりいいゲームはちょっと打てないですね、はいはい、6割2分5厘という勝率。このクリス・ウォーレン、アベレージの228は参加選手中トップです。日系3世、ちょっとぐーっと曲がってきてストライク。かなりデール・ヒューステッド中から行ってますね、ボールが表で出てくるんですけど、この小さい体でね、本当に頑張りますね。すごいですね。166センチ、体重が52キロ。300は出なかったですけど299、290とすごいゲーム打ちましたね。32ゲームのうち22ゲームリーダーでしたからね。そうですね。これもカーブがかかってくるが天秤が残りました。デイブ・ヒューステッドが188センチ、クリス・ウォーレンが166センチ、22センチの身長差があります。しかし、西条さん、はい、身長じゃありませんもんね、ボーリングはね、やっぱりバネですね。バネですよね、今日はお母さんのトミコさん、63歳になりますが、トミコさんも応援に駆けつけています。この方です。お母さん、これ見てらんないですよ、ね、そうでしょうね。かえって今みたいに薄めに行ってしまった方がいいんですね。なるほどね。あれがジャストにポケットに入るとやっぱり天秤が飛ばないというかね、はい、角度的にちょっと難しくなっていく。今みたいに薄めに行っちゃった方がかえって薄めのかき回すストライクになって倒れる確率がちょっと高くなるんじゃないでしょうかね、はい、ただ漠然と見てるとほとんど同じような感じで投げてますけどね、もうボールの落とすところは板目1枚ほんのちょっとの違いで向こうが全然違っちゃいますからね。もうああいう風にブルックリン行っちゃうでしょ。ブルックリン行きました。6番ピンが残りました。デイブ・ヒューステッド、かなりの急角度で曲がってまいります。非常に難しいレーンコンディションに変化しています、この東京ポートボール。
今のところがっぷり四つと申し上げておきましょう。優勝決定戦、現在アメリカでの PBA ランキング第2位、第3フレームクリス・ウォーレン、ストライクです。フランカーの本領発揮。矢島さん、はい、今あの観客からですね、はい、ガターに落ちるんではないかということでおっという声が起きるんですよね。もうやっぱり一つのプロとしてね、見せる技術ですよね。本当にそうですね。あの曲げるのも技術ですし、はい、遅いレーンで曲げないで投げる最速みたいなのも一つの技術ですから。本当にそうですね。やはり両方やっぱりこう見どころっていうんですかね、はい、ありますからね。ダブルが欲しい。まだテンピングが止まらない。難しいですね。なんか左のレーンでみんな悩んでますね。ピンそばでややボールが伸び気味って感じがしないでもらえますね、左のレーンが。あのレーンであの角度でポケッといったらテンピング普通こう、ね、残るって考えられないんですけど、あのあれだけの強いボールでも残るんですからね。先ほどね、加瀬さんおっしゃってましたよね、はい、今も思い切って投げまして天秤を取りました、スペアを取りました。第4フレームのクリス・ウォーレン、まだ互角イーブンです。第4フレームヒューステッドストライク。今のがあのおそらくね、自分が狙っているところに落ちたあの納得したストライクだと思いますよ。はい、はい、のリリースの瞬間をご覧いただきました。かなりの回転でヘッドピンに向かっていきます。ヒューステッドはここで突き放すチャンス。第5フレーム、どうすかね、ほんのちょっとですよ。放送席の久保田さん、はい、今サインが決まりましたデイビッド・オズヨプロですけれども、2番スパットあたりから5、6枚目を狙っていたんですが、思ったところでフックしなかったということです。まあサインにはなりましたけれども、オズヨプロは今回奥さんを連れてきていまして、1983年に結婚してからハネムーンに行かなかったので、今回奥さんはハネムーンのつもりでいるということです。なるほど。まあ、オズヨプロも残念ながら3位となりましたが、このジャパンカップは3回目の出場で初めてテレビファイナルに残りました。今年はあの日本もそうですけども、アメリカも非常にそのいいボーラーというんですかね、はい、あのプロが非常に強いボールを投げるプロが多かったんです、あの全員でまあ32名で32ゲームですから、約1000ゲーム以上のゲーム数を今4日間にかけて投げたんですけども、はい、全員の平均点が214点ですからね。アベレージがね、もうアベレージが214点ですから、もうとてつもないおそらくスコアですよね。すごいですね、はい、まさに世界一決定戦の名にふさわしい大会です、はい、あ、ランディ・ピーターゼンが昨年のチャンピオンですが、その後ろに元世界フライ級チャンピオンの白井さんがいらっしゃってます。加瀬谷さん、はい、両方とも抜け出せませんね。そうですね、どちらかというと左側のレーンで2人とも悩んでいます。お母さんが日系2世、本人は日系3世。あの今年の私たちも言いましたけど、今年のマスターズの優勝者ですよ彼は。そうですね、はい、ここで戻ってきてストライク、できました。見せますクリス・ウォレン。左側のレーンで初めてじゃないですか、そうですね、2人合わせて、はい、左側のレーンでは初めてです、ね、初めてのストライクです、綺麗にピンがスプラッシュ。これはいい感じかな。あ、ちょっと伸びましたね、さっきのレーン入ったんですけどね、先ほどはこの右側のレーンはいい感じで入ってまいりまして、ストライクだったヒューステッドでありますが、今は8本。優勝賞金250万円をかけて争われています優勝決定戦、2
番8番やだね、やっぱりね、あの日本ってね嫌なんですよ。なんかちょっと今は簡単に行き過ぎましたね。あの先ほどあの右側のレーンでセブンピンミスしてますからね、はい、あの辺のレーンのコンディションをしっかり、まあ、読み切っておかないと今みたいなミスがある、まあ、とは思ってたんですけどもね、ちょっと今あまりにこう簡単に投げすぎたみたいな気がしますね。はい、食い込み悪くなりましたね。食い込み悪くなりましたか。さっきもっと先で入ったんですけど ね、 曲げてないのか、それともちょっとリリースが変わってきちゃったのかですね。そう、頭の中こんがらがっちゃったんです。ジャパンカップ90優勝決定戦、解説は加瀬浅郎さん、そしてボーラーズゲストには矢島純一さんと、それから西条正明プロにお越しいただいています。これも難しいんですよね。嫌な残り方をしました。7番ピンが残りました。ああいうあのなんていうんですかね、まあ、一つの運みたいなものもこういうところでは出てきちゃうんですね。そうでしょうね。あの6連のあれがきっかけでですね、はい、裏目が出てきちゃうんですね。これはしかしウォーレンとしては最高のチャンス、うん、第7フレーム。ウォーレンはこれかなり持ってくる確率高いでしょうね。ストライク、ダブル、優勝に一歩近づきましたクリス・ウォーレン。これで差が3マークになりました。ヒューステッドもせっかくね勝ち上がってきたのに悔しいでしょうね、この6、7のミスはね。5位決定戦から勝ち上がってきています、はい、デイブ・ヒューステッド。もう一つ広げることができるか。熱い、裏です。ああ、来た、ブロッキン、ラッキー。やっぱりね、同じブロッキンでもああいうのあのボールの回転とかそういうのがないとあのピンも倒さないですよ、なかなか。あ、なるほど、あの9番ピンなんか残っちゃうんですよ、ところがピンあのボールの回転なんかとか角度がいいからあれピンがピンを倒してるんですね。いいボールだ。しかし西条さん、はい、こういう、まあ、月というんですかね、運もやはり勝負のうちですよね。もう1ゲームですからね、もう迷ってたら本当しょうがないんですけど、どうも迷うなって言ってもストライクがちゃんと行かないとどうしても迷いますよね。そうですよね。だからヒューステッドの場合はそんなに迷う必要なかったんじゃないかと僕は思うんですけどね。第9フレーム、もうストライクを続ける以外になりませんが、ガター、ガターです。珍しいですね、一回ガター落ちたのが、あの跳ね上がってピンを倒したっていうのは珍しいですよ。まあ、それだけこの回転がいいんでしょうね。回転がすごいんでしょう。あのキャッピングの角に当たったみたいですよね。そうですね、はい、傷がついてなければ、まあ、前がストライクですからカウントには関係ないんですが、ここでスペア取れば。そうですね、スペア取れません、取れません。第9フレームのオープンとしまして、矢島さん、はい、これでいやもう決まりですね。決まりですね。あの、やはりね、先ほどのウォーレンのブルックリン、あれも完全に失投なんですよね、でもやはりそのしっかり投げてるからボールのキレがいいからブルックリンまで行って、はい、ラッキーにつながるんですね。ですからもうあそこであのヒューステッドはちょっと諦めてしまいましたね。そうですね、第9フレームのストライク。まあ、しかし第9フレームまでスペアが2フレ、4フレ、5フレの3つ。この決勝戦で自分の持っているボーリングを遺憾なく発揮していますクリス・ウォーレン。やはりあのボールの出てくる角度がね、ヒューステッドとはちょっと違いますので ね、その辺であまりさっき西条君が言ったようにレーンのコンディションは関係ないんじゃないかと、ね、あとはもうタップだけですからね、ほとんどストライクコースでほとんど天品、もう全部これ天品じゃないですか、ほとんど。そうですね、ほとんど天品でしょう。スペア取ってストライクで228ですね、はい、いいゲームですよ。ジャパンカップは初出場クリス・ウォーレンと言いますけれども、加瀬さん、はい、このクリス・ウォーレンは今年出てきた、選手ですよね。そうです ね、 ね、今年のやっぱりマスターズを取ったというのが相当のあれ、
あるんじゃないでしょうか、自信につながってるでしょうね。PBA ナショナルでも準優勝でしたクリス・ウォーレン、現在賞金ランキング第2位、ちなみに第1位はあのアムレト・モナチェリであります。最後は8本でした。226で優勝決定戦を終了しましたクリス・ウォーレン。お母さんのトミコさん、残念ですなこれは。まあ、矢島さん、はい、最後に勝負が決まった後投げるというのも辛いでしょうけどね。辛いですね。あの、ヒュースだったら本当にがっくりした表情も初めて見ましたよ。そうですね、初めて本当に顔に表情が出たというデイブ・ヒューステッド。このまま最後ストライキングアウトで164です。まあ、ちょっと後半はねスコアに差が出てしまいましたけども、やっぱりちょっと迫力のある緊迫したいいゲームでしたですね。はい、あのイージーからで ね、 ね、そうでしたね。2番8番をしっかり、2番8番からもうちょっと狂っちゃったですね。最後はどうでしょうか。最後は天秤残りました。結局163でゲーム終了。クリス・ウォーレンが226対163でデイブ・ヒューステッドを下しまして90年のジャパンカップのウィナーとなりました。早速喜びの声を聞いてもらいたいと思いますが、クリス・ウォーレン166センチと小柄なんですが見事なボーリング。粕谷さん、そのボールの強さというのは体に本当に似合わない強烈なものですね。そうですね、強くなりますね。ただ足腰がね、あのしっかりしてますよ。先ほどの西条さんもおっしゃってましたが、はい、花束贈呈は坂水妙子さん、本宿舞さん、それから池田由美子さん、小学校5年生の3人から花束が渡されました。そしてお母さんが隣にいらっしゃいます。喜びの声を聞いてもらいたいと思います。クリス・ウォーレン、今年はすでにツアーで2勝、そしてマスターズで優勝と、見事に250万円を獲得しまして、また一つビッグタイトルを小中に収めたわけであります。さあ、それでは天川アナウンサーから聞いてもらいましょう。見事優勝なさいましたクリス・ウォーレンプロに、優勝の、喜びを伺ってみたいと思います。 Congratulations, Chris. Thank you very much. I'd like to thank Mr. Nakano, Ikeda-san, Mr. Ikeda-san, Araneman C, sponsoring the tournament, and it's just a great thrill. It's, wasn't paying a whole lot of attention during the match, so it's a big thrill. I'm happy I won. この大会の関係者の皆様、中野さん、池田さん、そしてスポンサーでありますオロナミン C の皆様方に心からお礼を申し上げたいと思います。そして今回は大変スリルのある戦いでした。しかし本当に勝てて嬉しいです。Chris, where did you think that you could win? どこで勝てるかと思いますかというふうに伺ってみたいと思います。 Well, ever since the first day that we got here and I shot 290 is when I thought I could win.But always thinking you never know. 最初の日、very first game? Yeah, I shot 290 first game. 最初の日、最初のゲームに290を出しまして、もうその瞬間に勝てると思いました。そしてここまでやってきました。しかし、ボーリングというのは分からないですから、やってみないと分からないんですけど、でも本当に最初に勝てるというふうに自信を持っていました。Mom, you must be very happy. Congratulations. もうお母さんも大変嬉しそうですね。You are also you play, you know, bowling, and お母様もあのボーリングをなさいまして、どれぐらいでスコアを出すのかちょっと聞いてみたいと思います。How is your score? あの158のアブリージなんであんまりよくやりませんです。お母様は日本語が通じました。クリスはあの息子のクリスさんの方はまだあの日本語がわからないんですけれども、あのこれからアメリカに帰ってこんなにたくさんの日本のファンの皆様がいらっしゃるということなんで、日本語をぜひ勉強するというふうに言っています。 You are going to learn Japanese language when you go back? Yes, that's one of my top priorities is I want to learn Japanese so I can learn to communicate with the people here. あのまずアメリカに帰ってまず一番最初にしたいことが日本語を学ぶこと、そして皆さんとぜひコミュニケーションしたいというふうに言っております。あの皆様
あの日本に今度帰りまして本当にお世話になりました。どうもありがとうございます。クリスさんに日本に対する印象を聞いてみたいと思います。What is your impression of Japan? I like Japan. It's really it's an enjoyable experience, and the people here are so friendly that it's great to be here. It's really nice. あの日本本当に大好きです。皆様本当にフレンドリーで大変よくしていただきました。本当にありがとうございました。Once again, congratulations. 皆様もう一度温かい拍手をお願いいたします。Thank you.見事に優勝を飾りましたクリス・ウォーレン選手のインタビューでした。加瀬谷さん、お母さんは確か40何年ぶりですか、そうですね、日本に、ね、戻られましたね。62、3歳でしたかね。いや本当にクリス・ウォーレン選手もお母さんの故郷でのこの勝利というのは嬉しいでしょう。そうですね、加瀬谷さん、はい、先ほども、ちょっと最後のところでも、西条さんの方からお話も出ましたけども、決勝戦ではあの第6フレームのミス、はい、あの一つのミスでこう勝負が決まっちゃったと。そうですね、非常にこのプロボウリングはですね、はい、ボウリングっていうのは大体アベレージで勝負って言いますかね、本当に上手い人っていうのはそのアベレージが平均してそのいい人の方が上手いんですけども、プロのこのボウリングはこう見ていただくには1ゲームで勝負するとこういうやり方をしますので、選手にとって非常に酷なゲームなんですね。そうですね、はい、オロナミン C ジャパンカップ、そして商品が日本プロボウリング協会の都築理事長から手渡されました。本当ならですね、ゴルフみたいにずっとこの32ゲームやってきたトータルピンの一番、はい、強かったのがその優勝としてあげると、まあ、一番いいんですがね、プロの場合にこういうマッチゲームをやって1ゲームで勝負するとこれは非常に選手には酷ですね。そうでしょうね、はい、甲冑の忠康から兜が元世界フライ級チャンピオンの白井義雄様から送られました。矢島さん、はい、今加瀬谷さんからお話がありましたように、そのワンゲームで決めてしまうというところ、はい、まあ、ステップラダーですね、まあ、2ゲームもあるんですけども、はい、大体ワンゲームで決めてしまう、はい、これプロとしてはやりづらいでしょうね。うん、まあ、多分に運がね、はい、絡んできますので、まあ、これは残った選手全部条件は一緒なんですけども、今までそれまでに来る32ゲームの壮絶な戦いがね、本当にテレビを見ているお客さんにご覧いただけないのが非常に残念なんですけども、でもやはりこれは、テレビがやっぱりあることによってそのボウリングの素晴らしさが全国の皆さんに伝わりますんでね、そういう意味ではやはり酷なゲームですけども、やはり迫力のある手に汗握る試合が今日も多分全国の皆さんにご覧いただけたと思います。そうでしょうね、はい、惜しくも準優勝となりましたデイブ・ヒューステッド選手、デイブ・ヒューステッド選手にも賞金とそれから賞状などが贈られます。第3位はデイブ・トーチョー、優勝がクリス・ウォーレン、そして第2位がデイブ・ヒューステッド、第3位がデビッド・オジオ。日本の西条プロは、まあ、惜しくも第4位ということになりましたけども、加瀬谷さん、はい、本当に、まあ、日本の中でですね、まあ、上位10人のうち7人までがアメリカ勢という中でこの西条プロがよく頑張りましたよね。そうですね、本当によくやりましたね。ファンから温かい拍手が西条プロに送られます。そして第5位は、まあ、馬蹄投げの世界チャンピオンであるもありますウォルター・レイ・ウィリアムズ・ジュニア、6年連続アメリカからは参加のただ一人の選手でありますウィリアムズ、今年は初めてのテレビファイナル進出でありましたが第5位に終わりました。そして第6位がデル・バラード・ジュニア27歳。見た目はだいぶ年をいってるように見えるんですけど、47歳の間違いじゃないですかね47歳でね間違いではないかとも思われてしまいますが、27歳のデルバラード、これが6位でありました。さあ加瀬谷さん、はい、この大会ですね、全般を振り返ってもらいたいんですけども、はい、この、まあ、クリス・ウォーレン、それから2位になりましたデイブ・ヒューステッド、まあ、こういった選手、アメリカのパワーボーリングですね、はい、それに対しまして日本のボーリングがやや苦戦という印象があるんですが、いかがですか。そうですね、
全体を通しますとね、やっぱり、はい、あのちょっとアメリカの方がパワーで勝ったかなという感じがありますが、まあ、小技が日本人はあの結構持ってますんでね、はい、まあ、西条プロにしても矢島プロにしてもあの上の方で前線したということになると思いますがね、あのこの全体のあれとしてはその今までの5回までのあれがありますんで、あの、はい、アメリカでも日本でもこのジャパンカップに出るということに1年かけてですね、それを目標にしている選手がみんなその目標にしているんですね、はいはい、これがあの今回の大会に大きく響いたと思いますね。ですからあのゲーム1ゲーム1ゲームがすごくいいゲームを展開してくれたということになると思います。なるほどね、はい、矢島さんは実際に対戦してみて、はい、アメリカプロから学ぶ点というのはどういうところがありましたか？僕はですね、球質っていうのはもう今から変えようがないもんですからね、はい、まあ、コントロールもちろんそうなんですけども、このテレビファイナルでですね、こう間の取り方ですね、間の取り方、非常にアプローチに上がってから早い、なおかつ、プレッシャーのかかってないような投げ方をしていると、これをねやっぱり僕も一つ、まあ、また勉強したいなと、そして、そういうリズムを自分で作ってやっぱりいいゲームを打っていくことがやっぱり一つのプロとしての大きな目標ですから、そうですね、そういう意味ではまた来年、まあ、多分参加は私もできると思いますので、また、トレーニングに励んで1年間楽しみにして、はい、来年を頑張りたいと思います、はいはい、ジャパンカップ90はクリス・ウォーレンが優勝でした。和也さん、矢島さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。